もっと聞いてね MBS それではいただいたメッセージをご紹介しましょうはい今日のメッセージは気になって気になってということでたくさんいただきました、はい、ラジオでもとりあえずなんかくれさんですん、えー、マンションのお隣さん最近急に歯振りが良くなりました奥さんは週5で働いていたパートを退職旦那さんは自転車通勤だったのに高級会社を購入二人ともブランドの服を着て毎日アウトレットや百貨店へ買い物に行っていますとマンション内の住人に気まよく食事を奢ったり<や>テレビや電子レンジなどの家電をタダで配ったりしていますが。 私隣に住んでいるのになぜか出会わず <laughs> もやもや近々、高層マンションに引っ越しそうですとお隣のドアがえ開くガチャの音を聞き逃すまいと気になって気になって仕方がありません宝くじでも当たったのでしょうか、うん、わしにも何かくれと、うん、宝くじ<君>男の人これとりあえずなんかくれって思いっきり男でガチャっとすってさあこちら。 ズロースが足りないさんからいただきました、うん、もう60年以上も前になります子供の頃の私は小4くらいまでよくおねしょをしていました、うん、今みたいに予備のズロースがあまりない時代でしたのでズロース懐かしいなズロース <laughs> おねしょが続いた日は女の子用ズロースがなく仕方なく <laughs> 二歳上の兄の白パンツを履いて小学校へ行きました。運悪く身体検査があり、ーーパンツ一枚になるのですが。男の子用パンツを履いていたので、もう気になって気になって恥ずかしかったこと今でもしっかりと覚えています、ね。よういじめられへんかったね。ごめんすね。俺も一回おかんのパンツはかとに。うわ、おねおねしょじゃ。デカパンやんか。<う> <laughs> 昭和今時デカパン先生やんか、<ー>ほんまその時によ、限って身体検査じゃ、あったかだ。な、身体検査って、は初,初めての。 なんかうわぁ体操力があるよまあ笑いに変えたったけどなそこまでの精神力あれ何が恥ずかしいんじゃないって歌ったけどまあもうそう言われたらなまあなんとなくそうだったこともみんな知ってるしななんかで気が入らなかったね予想外じゃないやん小3か小二やったわなんかで気が入らなかったよねみんなの衝撃もでかかったここまでやったんだと薄い。うす小二やからそんなの気づいてなかったんじゃん ちゃ,ね、ちゃうな、ちゃうな、ちゃうなと思ってだけど <laughs> やっぱり <laughs> ラジオネーム涼さ型ボクさんです、うんえー。気になってですが、うん、一回り年下のちょっと可愛いパートさなんですけど、えー、私と二人で話していると結構な回数で旦那とやりたくないしなって夜の営みのことを言うんです、うん、から <laughs>、まあ。これは誘われているのか、なるほどそうじゃないのか。しかしストレートに聞いても、えー、聞いてそうだとしてもそれには答えられへんし、ね。<laughs> <laughs> <laughs> でもこんなチャンスは内心パニックって言います。今の彼女と話すときはあのセリフが気になって気になってドキドキしながら話をしています。50歳の男性の子ですあ、50歳。ある僕の知ってるね。人回りやからね、38や。うん、僕ゆ言うたか、俺の知ってる知り合いもそのラインでさ、うん、同級生のあれで応って、うん、でもうちょっとそんな感じになるかなと思ったけど、えー、やっぱ偉いもんで、えー、ある日急に向こうも旦那さんおって、うん、急にある日プツ。 っててが消えもも完全にななくなってで何もしてへんのに何でやろうってずっと悩んでるから「うん、何もしてへんの嫌わることないで」って言って「うん、何もしてないんですよね俺一日6回ぐらいしか LINE 送ってない <laughs> そ分かってないね <laughs> い向こうが来た時だけのリターン <laughs> そこが分かってない向こうが来た時だけのリターン分かってなかった、うん、さあこちらラジオネーム見て見ぬふりさんですご近所の奥さんです結構かなりの頻度でノーブラなんです、うん、貧乳ならノーブラでも何の違和感もないでしょうが豊満なバストなんですよおはようございます<ー>こんにちはあの旅に乳首ちゃんの居場所が目に入ってしまうんですよね誰が乳首ちゃんつける会うたびつけてるかつけてないかが気 になって気になっててて今朝はゴミ捨ででで会いまししたたが上着着をらの大丈夫るほどラジオネームは最初に言いますと私浮気しております浮気相手はサービス業なので平日が休みです私も仕事をしているのですが会う時は相手に合わせて平日に休みを取ります先日昼間平日の昼間にラブホテルに行った時に見覚えのある顔を見つけました仕事先の上司でした <laughs> 何度か奥さんは見たことありましたが一緒にホテルに入った女性は明らかに奥さんではありませんうもう気になって気になって仕方がありません私も浮気相手と入っているので余計なことを聞かれても嫌なので聞けませんほんま気になるわそんな近場でそんなもちろん、えー、これ田舎の方なんですよ決まってんねや <laughs> あるんですね田舎ってっそこぐらいしか多分ないんです,よ <laughs> してますねわわ私も泉州の人なんでそういう人 聞いたことあるんです。あの浮気相手とそれこそ下に車、はい、こういう市内じゃないから下にまあ車ね。はい、行ったらその車に嫁さん乗ってたって。だ<え>もうつけられてもう大体わかるやんか行動範囲って。うそうですね。うん バレバレやったんやろじゃ続いていきますか歯医の前で待ってた方がいいんちゃいます<っ>ほんまですね <laughs> やりますわ <laughs> ラジオねヌスット兄貴の妹さんからいただきました誰やねんいつも行くお風呂屋さんに行きましたすると常連のおばちゃんがあんた久しぶりやなと言ってきたのでちょっと風邪ひいてたんでというとインフレインフレかインフレやろインフレ流行ってるしな、うん それインフルやろうと思いながらその場は流しましたでも次に会った時も弟がインフレなってなーとかインフレ患者ばっかりで医者行くのかなんはと初めは受け狙いでわざとそう言ってるのかと思いましたがどうやら本気でインフルエンザをインフレと言うてはるみたいです、ね、いそれインフルですよと打ち明けようかおばちゃんと喋るたびに気になって仕方ありませんえらいなんか気の弱い人やねこの人,、えー、人別に言うたらイ,イ,インフレじゃんインフルや <laughs> あなたのそのルックスその声があるからそれはいけるけどなかなかか普通の人は難しいこれどうですかあやらされたらどうします屋でちょっと頑固な先代っていうかお母さんがちょっと隠居に近けのおるやろマジながら必ず言うのがねやっぱり板前っていうのは仕事をしてこうやって身の前で皆さんの前で仕事して寿司屋やと思うんですわと。 くるくると指示、やっぱりこう、僕はやったら食べへんわっていうね。<あー> <laughs> 心の中でずっと回転ですよ。なんで、そのくるくる。俺は、じゃ、ね、ここで、うん、まあ、こ,こ前で、に回ってますやん。<laughs> うん

メッセージありがとうございます。でとりあえず T シャツがめちゃくちゃ余ってるんですよ俺に言うてたらじゃあ女うちの番組でプレゼントするわ女に毎日やから毎日やからメッセージャーの「○○大丈夫なのか」の余ってるんで余ってますよめっちゃって言うから5枚5枚かおいつでんの 五枚しかくれのもうええわほんならもうとりあえずなんかクレさんにしようかほんならほんとりあえず何かクレさんおったやろ T シャツだって1丁隣のね僕とりあえず今日はあげろよ黒田賞とりあえずなんか欲しいえそれ黒田賞な恥ずかしい黒田三賞でもうあと四枚しか一いヶ月持ってんのとりあえずなんかクレさんに黒田三賞差し上げますたくさんのメッセージありがとうございました